皆さん、こんにちは。経営コンサルタントの中野です。えー、本日は2018年2月6日火曜日ですね。時刻は、え、夕方の4時14分です。皆さん、いかがお過ごしでしょうか。えー、っと、仮想通貨ね、すごい下がっちゃいましたね。はい、すごい下がってますね。びっくりです。 ビットコインの価格も60万円台になっちゃいましたねここまで下げるとは思いませんでしたねうんまあ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 あの、まあ、これが相場ってやつですねさが急激に下がるから急激に上がって儲かるっていうのもあるからなんとも言えないですよねその1000円で1億円儲ける、えー、つもりだったら このぐらい当たり前じゃんかよって覚悟しないといけないよね。ただし、まあ、ビットコインがね、200万円とか220万円の時に、まあ、<laughs> 自分の貯金の結構、ほぼ全,全部ね、100万とかね、500万とか1000万とか、つぎ込んでしまった人は、まあ、かなりのその資産の目減りですよね、を、えー、3分の1ぐらいになっちゃったか、3分の1ぐらいになっちゃったかな。 100万円だったら30万円ぐらいになっちゃってるもんね。1000万円入れてたら300万ぐらいになっちゃったかな。うん。まあ、これが相場ってやつなんですよね。厳しいですよね。本当に悲しいですよね。それで、うん。うん、辛つらいですよね。もう仕事手つかなくて、しょっちゅう、 えー、チャートっていうかね金額見てる人多いと思うんですよねで私もね FX を始めた当初ってこんな感じでしたねまあ株も少しやってた時ありますけど、えー、FX でねあの最初5万円ぐらいだったかなやってたんだけどもどんどん逆の方向まあドルドル円 ってやっっててたたんんででですすけどドドルル円 fx ねそれドルを買ってたんですよロングポジションにしてたらどん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 下がってくるからどうしようどうしようと思ってでしょうがないからどんどん貯金を入金していってですね銀行口座から証券口座にどんどん FX 口座にねどんどんまた5万円ずつ入金していってでもう1回ポジション取,取るんですよね。で じゃあ、あの、マイナスになったポジションはどうしてるかっていうと、そのまま、あの、損切りできなくて、塩漬け状態なんですよね。で、どん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 入金しちゃうんだよね、後から後にね。まあ、それ、まあ、いわゆるこの業界でいうところの素人のやり方っていうやつなんですよね。で、本当はそれやっちゃいけなくて、それ難品っていうんですけど、で、次から次へとお金を入金していって、またロングポジション入れちゃうんですよ。でも、どん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 下がっていっちゃうんで、 あの本当は追加入金ってやっちゃい,ないけなくて、難品ってやっちゃいけないんですよ。で、あの最初に取ったポジションは、もうだいぶ目減りしてるけど、一回損切りして、それで逆のポジション、今度、えー、ショートポジションを入れるんですよね、それを、えー、土田っていうんですけども、そうすると、まああの、持てるポジションの枚数はすごい少なくなっちゃいますけど、例えば半分ぐらいまで目減りしてたらね。 半分になっちゃいますけどでもそのショートを入れると今度どんどん増えていきますから資産がねで増えていったら難、えー、品入れていってで増えた資金でまたなあのポジションを取っていけば、まあ、結果的に増えるってことなんですよね。FX はあの相場がねあの景気が良くて相場が上がっても儲かるしすごく景気が悪くなってあのリーマンショックみたいにドーンって下がってもすごい儲かるんですよ。 FX とかあとは仮想通貨の FX でまあビットコイン FX とか DMM だったらあのアルトコインの FX もできますからあの、はい、これからどん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 ね日本の景気が悪くなっても全然余裕で儲かるんですよねまあそれだったらあのドル円 FX やった方がいいですようん歴史も長いんでねあの簡単なんでね <laughs> ドル円 FX はでこれから まあ、あの不景気が始まるよとかねバブル崩壊したからこれから、まあ、ドルの価格がどんどん下がっていくとかね、まあ、70円まで直角行とかねあとは日経平均株価がどんどん下がっていくよって言っても全然 FX やってる人はなんかこど,どっちでもいいんだけどみたいな感じ <laughs> どっちでもいいんだけど一方,一方通行に、えー、と上がるんだなずっと上がっていくと儲けやすいし 下下がががるるんんななら下がりっぱなしが儲かるんですよでどっちつかずの上行ったり下行ったり上行ったり下行ったり,っ,たりっていうのがあ,のあんま儲かんないんですよね。だからあの FX 特にドル円 FX やってる人はあようやく来たかとようやくバブル崩壊来たかって言って、まあ、内心ねすごく喜んでるんですよね。うん、だから今回仮想通貨でね えーまあ、結構な損を出してしまった人ってね、結構いるんですよ。で問い合わせもね、結構来てまして、私のところに。結構一日メールもたくさん、<laughs> すごく、すごく来るようになりました。今週、まあ月、今日2日目ですけど、今週、すごく昨日から来るようになりました。はい、メール、あの無料ですからね。電話も無料ですし、メールも無料で相談乗ってますし。 で電話もたくさん来るようになってメールもたくさん来るようになってでそれを、えー、中をね、えー、見るとね一番多いのはやっぱり講座解説のやり方が途中で止まっててよくわかんないんですけどっていうのが多くて、まあ、簡単なね、あのー、ちょっと考え方のあ設定ミスとかしててあ「それはこうやるんですよ」って言うとね「あそっかそっか」って言ってすぐに解決することが多いです。 で次に多いのがやっぱりその年末年始からえビットコインとか仮想通貨の投資始めたんだけれどもえとまあ年末にも何回かあ11月末にも大暴落してんですよでゴーンと上がったんだけどまたで12月もまた大暴落したんですよねでまでグーンと上がったんですよで1月も 大暴暴落落しててて上がっっ2月は入ってまた暴落ですよねそれでまあ本当にね100万円がなくなりましたとか500万円損してしまいましたとかまあはたまた1,000万とかね3,000万円今まで20年間貯金してきた3,000万円以上があの本当に数日間でなくなっちゃったって言って。 あのもう誰にも相談できなくて、まあ、もちろん家族とか親とかに相談できないしどうしようどうしようってずーっと悩んでてそれでま YouTube で僕の動画を発見してすぐにお電話をくれて、えー、でまあ実際会ったりもしたりするんですけどあのもうね夜もね夜も寝れないしえー まあずっとあの家の周りぐる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 回って、まあ、どうやって自殺しようかどうやって自殺しようかってもう死ぬことばっかり考えちゃってるんですっていう人からもう電話をいただきましたそれでねあの今日はそういうことについてこれやりたいんですけどちょっとホワイトボードにまとめたんですけど <coughs> 実はね私もそういう時あったんですよね でえー、仮想通貨や株 FX 先物などで損失を出してしまい誰にも言えない状態で悩んでる方ってあのいっぱいいます。はい、で今回仮想通貨で初めて投資の世界にね入ってきたっていう方もいっぱいいると思うんですよ。でちょっと前っていうか10年以上前だったら FX っていうのが流行ってね。FX で保存した 人もいいっぱいんですよねあの主婦の方とか大儲けした人もいますよそれはいますでちょうどいいとこで辞め,めてそれ以後やってないっていう人は、まあ、大儲けしたまま3億とか5億円儲けたまま、まあ、そのまま悠々自適な生活を今も暮らしてますよねあと株株なんかも2000年あ1998年ぐらいに自由化されて 自宅のパソコンから株取引ができるようになって最初はすっごい儲かったんですよみんなさ素人の人でもね300万500万って僕の三菱電機の僕の後輩も300万円儲けて株でパジェロ買ってましたから三菱自動車のパジェロ現金でうんでもその後やっぱり暴落してしまって借金を抱えてしまったっていう社員もねたくさんいましただと えー、その他か働きたくても外出できないでとても辛い気持ちで苦しんでいる方って若い人からあのお年を召した方までいっぱいいるんですよ。まあそれは病気、まあ、体の病気であったり交通事故での病気であったりあとは、まあ、あの心の病気っていうかニ,ニートっていうかさうつ病とか僕もねうつ病になった時何回もありますし、えー、あとは、まあ、ニートですよね、まあ、外出たいんだけど働きたいんだけど どうしてもまあ働くことができなくて、えー、夜寝れなく寝ることができなくて朝起きることができないといういますよね僕もそうですそうだったし今でもそういう状態になりますからねあとは借金が多くなってしまいどうすればよいか分からず強調している方まああの仮想通貨とか FX とか株などのなどで借金を作っただけじゃなくて別にあの僕みたいにえ独立,独立